こんにちは、ママ向けアクセサリーレスブリスのゆかりんです。今日は9月の購入品を紹介していきたいと思います。購入品紹介っていう形で、ね、やるの初めてなんですけれども、私はちょこちょこね、毎月買い物しているもので、実際使ってみて本当に良かったって思うものだけを厳選して、毎月ね、こう購入品っていう形で紹介していこうと思ってます。はい、いつもはプチプラファッションとかメイクの動画をアップしているので、よかったらチャンネル登録とベルのマークのタップをお願いします。それでは9月の購入品スタート。はい、じゃあ早速9月の購入品紹介していきます。まあ今撮ってるのがね、もう10月始まっちゃってるので、まあ先月のね、購入品という形になります。で、今回7個紹介していこうと思っていて、まず最初に紹介したいのがこちらです。ファミュのパックです。ドリームグローマスク PF6 枚入りで4200円です。はい、このパックはですね、もう皆さん見たこともあると思うんですけど、このパケがもうめちゃめちゃ可愛い、このファミュのパックなんですけれども、ファミュは韓国のブランドで、私使ったことなかったんですけど、今回初めて買ってみました。で、いろいろ韓国パックを使ったことあるんですよね。結構もう20種類以上かな、もっとかな、30種類ぐらいかな、使ってると思うんですけども、まあ、ファミュはね、どうして使ったことがなかったかっていうと、まあ高いんですよね。これ6枚で4200円なので、まあ、1枚700円するので、まあなんか欲しいな、買おうかな、どうしようかなってずっと買えずにいたんですけど、今回ちょっとね、勇気を出して買ってみました。で、これファミュのドリームグローマスクね、すごいいいって言ってる方が結構、まあ、いて、インスタとかでもね、話題になっていたんですけれども、ハリエイジングケア用っていうのと、あと透明感キメ用っていうの2種類あって、私はもう断然ハリエイジングケア用が良かったので、こっちにしました。これハリエイジングケアですね。まあ、やっぱりアラフォーになると、もうどうしてもね、肌にハリが欲しいとか、本当その名の通りね、エイジングケアしたいっていう方が、まあ、優先度が高いので、まあ、同じね、同世代の方はね、こちらの方がおすすめかななんて思います。ちょっとね、中開けていきたいと思います。これがですね、まあ、さすがお値段だけあってすごい高級感あるなって感じで、香りはシトラスの香りなんですよ。結構さっぱり系の爽やかな感じの香り で、中身を出すと、これね、韓国パックのあるあるなんですけど、こんな感じでね、結構こうひたひたになった美容液に網やみの感じのこうパックになってるんですけど、これがですね、私最初分かんなくてそのままつけちゃったんですけどこの外側の網を外すんですよね。外すと中からめちゃめちゃ薄いパックが出てくるんです。これくっつかないようにこの網でね、挟まれてるっていうパックなんですよ。で、これを両方取ると中からシートが出てきます。それがもう本当になんかね、生春巻きの皮みたいな、めちゃめちゃ薄いパックで、これが本当に顔にね、フィットするんですよ。めちゃくちゃ気持ちよくて、こういう、ちょっとぐちゃぐちゃなっちゃうね。こういう感じのかなり薄いね、シートになってるんですよ。で、これが顔にすごい密着するんですね。で、これがドライバイセルロースシートっていうものらしくって、これがね、かなりお顔にぴったりと密着する天然素材のシートになってます。で、これがすごいいいんですよ。本当に密着ぴったりするし、すごく潤いを中に閉じ込めてくれる、つけててね、気持ちいいパックなので、すごく気に入りました。まあちょっとお値段は高いんだけど、まあね、ちょっと特別な時に1週間に1回とか、まああとは特別な日の前の夜のケアとか、そういう感じでね、使っていきたいと思います。はい、今ちょっとね、紹介のために開けたんですけど、これは撮影が終わったらお肌ケアに使おうと思うので、このまま撮っておきたいと思います。はい、次はこちらです。キャンメイクシルキースフレアイズ3番レオパードブロンズ850円です。はい、次はアイシャドウですね。このキャンメイク、みんな大好き、私も大好きなキャンメイクのアイシャドウを今月買いました。これすごくよくって、実はこの前に他のね、キャンメイクのものを買ったんですけど、それよりもこっちの方が私ははるかに気に入って、このシルキースフレアイズシリーズめちゃめちゃ気に入りました。私が買ったのは、3番の結構こうブラウン系のメタリックなものがね、入ってる
4色セットになっているものを買いました。でこれなんですけど、実際ですね、ちょっと今ね使ってみようかなと思うんですけど、まあ、この4色セット何がいいかって、もうこの4色でね、もうグラデーションが一発で完成するっていうところがすごいよくって、まあ、薄いこのベージュは、まあ、アイシャドウベースとしても使えるので、こうベースに広く塗って、であとちょっとね締め色とか、この濃い茶色とかはもう締め色で際のところに塗ったりとか、あとこの辺のねメタリックカラーはまぶた全体に塗ったりとかして、まあ、4色でねかなり綺麗なグラデができるので、ちょっと今ね実際つけてみたいと思います。これは色違いもね買おうかなって思ってるぐらいすごい気に入りました。私のつけ方は、まあ、大体使うの3色なんですけど、まずこの一番薄い色、これをアイホール全体に塗ります。でベースみたいに、ね、なるので、すごくその後のアイシャドウの、ね、色も発色がすごい綺麗にいくので、割とこう広めに塗っちゃいます。で、まあ、その日の気分でこっちのねブラウンっぽい方がちょっとね、もうちょっとこうなんて言うんだろう、プラムカラーっぽい方っていうのかな、どっちか好きな方を使っていて、まあ、今回はちょっとこのブラウンをね今塗ったところよりもちょっと狭めに塗ります。でチップもついてるんですけど、結構私は指でバーって塗っちゃう方が楽なので指で塗ってます。で最後に、この締め色ですね、この濃いブラウンを締め色で、これは結構ね色が濃いので、このね付属のチップの細い方で面の際にこの締め色をのせていきます。まあこれ締め色のせればアイライン入れなくてもいいかなっていう感じの、もうこれだけでね深い秋っぽい目元に仕上がるので、すごい優秀だと思います。で塗り心地もね粉がすごい細かくて、粉落ちとかしないでピタッとね密着してくれるので、150円でこれはすごいなと思います。まあ、下まぶたにこのね薄いベージュをちょっとこう入れてあげてもいいし、まあ、目頭にねハイライトとしても入れれるぐらい薄めのカラーなので、まあ、とにかくねすごいこの4色でグラデがね完成するってことで、はい、こんな感じに深めのね秋っぽいグラデーションになるので、すごい気に入ってます。はい、3つ目はキャンメイク極太マスカラスーパーブラック660円です。3つ目もねまたまたコスメで、またまたキャンメイクなんですけれども、まあ、このアイシャドウとね同じ同時期に購入したもので、このね極太マスカラ、私マスカラをすごい探していて、ブラックで、で、まあ、結構綺麗にセパレートするものってダマにならないもので、まあ、ボリューム欲しいけどボリューム出すぎないものみたいな探してて、これがねすごい本当にそんな感じで、もう私の理想にぴったりだったので結構愛用してます。でどんな感じかっていうと、まあ、ブラシはねこのちょっとカーブがついていて、割と太めのブラシになってます。で本当にねこれ塗りやすくてダマにならないっていうところがすごい気に入っていて、あとウォータープルーフでお湯落ちなんですよ。なので、ゴシゴシねアイメイク落としてねこう強めにこすらなくてもスルッと落ちてくれるところもすごいよくって、まあ、お肌にね摩擦したくなくて負担をかけたくないなっていう方にもすごいおすすめできるマスカラです。でしっかりねブラックで濃くバッて発色してくれる割にはこう綺麗にねセパレートできるの で、まあ、660円なのですごいねお得なので試してみる価値はあると思います。まあ、もしブラウンとかがねあれば、私もブラウンとかも買ってみたいなっていうぐらい気に入りました。で今月、先月と先々月でマスカラ他にもね買ったんですけど、デパコスのものもねレガースのものとかも買ったんだけど、まあ、それと結構同じぐらい気に入って両方使ってます。ぜひ使ってみてください。はい、じゃあ次です。次はシャネルのルルージュデュオウルトラトゥニュ2 in 1リキッドリップカラー40番ライトローズ4500円です。これがですねかなり今回の動画の中で一番おすすめしたいっていう感じでめちゃめちゃ気に入ってるんですけど、これ何かっていうと、まあ、グロスなんですよね、リップなんですけれども、まあ、やっぱり最近ねマスクずっとしてるからもうリップしなくなっちゃってたんですよね。でまあいいやって感じで、ただマスク取った時にリップがないとすごいもう唇に色がないと本当にね顔色が悪く見えちゃって、特に
40歳超えるともう特に顔色がね悪く見えるので、やっぱりねマスクしてても落ちないリップないかなってすごい探していて、もういろいろ気になるプチプラからデパコスまでいろんなのをね試したんですね。で、まあ、YouTube でねちょっとぜひねこう皆さんと一緒に検証してみたいなっていうのもあったし、私が本当にデイリーでね毎日使えるリップをねどうしても探したかったので、いろいろ試してみた中で、まあ、これがダントツに良かったです。もうどこが良かったかっていうと、とにかく落ちないんですよ。これびっくりするぐらい落ちないので、ちょっと使ってね実際ちょっと見てほしいなと思うんで、ちょっと使ってみたいと思います。はい、じゃあリップメイクをね落とした状態でつけていきたいと思います。まず色味はね、色味は結構種類がいっぱいあるんです。そうそういっぱいあるんですけど、これあのネットだと私が買った40番がね売り切れで売ってなかったんですよ。なのであの取り扱いがあるお店までわざわざ買いに行ってしまいました。まあホームページ上にはね書いてあるんですけど、銀座6と新宿ニューマンとルミネ有楽町とルミネ横浜と、銀座の並木橋店にしか取り扱いがねなかった、ネット以外だとお店に売ってないので、まあ、ちょっとシャネル行けばどこでも買えるっていうわけじゃないので気をつけてください。私も近くのシャネル行ったら売ってなくて、あれと思って調べたら、まあ、その限られた店舗でしか買えないっていうことで、私はちょっと銀座6で買ってきました。40番のライトローズです。ただ他の色はねネットにはあるので、まあ、その中でね気に入ったものがねあるといいんですけど、結構真っ赤とかちょっとヌーディーすぎるものとかしかなかったので、まあ、ちょうどいい色が欲しい方はちょっとお店に行かないとね今のところ買えないかなっていう感じはします。じゃあ実際つけていきますね。はい、じゃあ40番ライトローズ、こんな感じの色味です。私はもうローズカラーがすごい好きなので、もうこの色はねドンピシャで気に入りました。薄すぎず濃すぎず、結構こういうティント系の口紅ってね濃いものが多いんですよ。だけどこれは発色が薄くもなく濃くもないっていう本当に程よい発色で、で塗った瞬間に結構ピタッと密着します。で今ちょっとねベタッとしてはいるんですけど、これでね1分ぐらい塗ってからちょっと置いといてから、こっち側がグロスになってるのでそれをね上から塗っていくと本当に8時間取れないっていう風にシャネルの方はおっしゃってたんですけど、まさに本当にそうで、私お昼につけて、晩ご飯食べ終わって見てもまだついてたのでそれぐらい取れないんですよ。ちょっと今塗ってからね1分ぐらい経ったので1回ティッシュでオフします。1回オフした方が、まあ、さらにね取れにくいとは思うので、ただ1回オフしただけでも全然このもうどこにつけたのかわからないぐらいつかないです。本当につかないです。で色はちゃんとねしっかりこう残ってるので、これもすごいなって思ったんですけど、さらにこの透明のねグロスを、これ透明のグロスなんですけど、これをね重ねることによってさらに落ちにくくなる。でティントにありがちな乾燥がなくなる。ティントリップってほんとね乾燥しちゃってすごいあの唇にピタッとひっつきすぎちゃう感じなんですけど、それがなくなる。このなんかティントなのにこのツヤ感っていうのがすごくないですか本当に。でこれをまたねティッシュオフしてみるんですけど、はい、いやもうどこっていうぐらい本当にわかんないんですよ。全然つかないんですね。で色はやっぱりしっかり残ってます。もうこれすごい感動したのでぜひねもうみんなにおすすめしたいんですけど、まあ、ちょっとねお店まで行かないとね買えないっていうのがあれなんですけど、まあ、もしね再入荷されたらもうぜひ買ってみてください。まあ、シャネルなんでねポーチの中に1本入ってるとすごいテンションも上がるし、毎日ねリップなので持ち歩けるものなので、まあ、ちょっとお高いですけど、まあ、コスパとしては悪くないんじゃないかなと思います。おすすめです。はい、次はお洋服ですね。ザラのハイウエストパンツです。こちら4990円でした。これはですねかなりまあインスタ上でもね買ってる方が多くて気になってたザラのパンツになります。私ザラ大好きなので毎月ねザラで何かを買ってるんですけど、これはもうめちゃめちゃ激推しできる
優秀なパンツでした。やっぱさすが人気だけあるなと思いました。これ、全部でね、7色あって、私は本当にベーシックなこのブラックと、ホワイトを買いました。他のはね、ちょっとカラーもので、赤とかグリーンとか、まあ、ちょっとプラム色とか、ちょっと深めのね、レッドっぽいものとか、あとブラウンとか、結構ね、カラーで個性が強いものが多かったので、まあ、ベーシックなものだけ私は買いました。まあ、これどこがいいかっていうと、まあタイトルにもあるんですけど、すごいハイウエストなんですよ。こういう感じでね、ちょっと立ってみると。こうまあ、普段のパンツが多分ウエストこの辺なので、かなりハイウエスト。で、まあスタイルがよく見えるはずです。このハイウエストなことによって。で、履き心地もそんなにね、きつくもなく、すごくちょうどいいぐらいで、まあ、かなりウエスト位置が高くなるので、まあ、スタイルよく見えるなっていうことで、普段あんまりね、私こういうワイドなパンツはそんなに好みじゃないんですよね。あんまりスタイルがよく見えるような気がしなくて、あんまり買わないんですけど、これはちゃんとウエストがね、高い位置でキープできているので、まあそんなにね、スタイル悪く見えないっていうのもあり、あとこのセンタープレスがね、綺麗にこうピーッと入ってるので、すごい綺麗めに履けるなと思って、ちょっとお出かけする時とかも OK だし、まあもちろんね、普段ちょこっと履くにも OK だしっていう感じで、かなりこう活躍する幅がね、広いかなと思って買ったらもう本当に良かったです。私の着回しとしては、まあこういうね、シンプルなカットソーに合わせてもいいんですけど、まあ、必ずウエストはインしてね、こう着たりとか、あとパーカー、ちょっと厚手のパーカーに合わせて、で下パンプスで、まあ、ちょっとカジュアルと切れ目をミックスさせて着たりとか、まあ、あと本当に切れ目な例えばシャツとかに合わせて、これちょっとね、こう胸元ちょっと空いてるシャツで後ろにこう襟抜いてラフな感じでね着てもすごいおしゃれかなと思います。でポケットもねついてるので。ちゃんとね機能的にもすごいいいし、まあかなり言うことなし文句なしのこれで4990円なのですごいいいと思います。ただですね、あのホームページ上にも注意書きがあったんですけど、結構ウエストがねタイトな作りになってるので、まあ自分のいつものサイズか、まあワンサイズ上ぐらいでもいいかなっていう感じの、結構こうウエストがねちょっとタイトな感じにはなってます。もう作りはめちゃめちゃいいので、これも本当におすすめです。はい、次はこちら。スマホ用高見えロゴカードケース2400円です。これはですね、ちょっと購入品っていうわけではないんですけれども、まあ、9月に私のブランドレスブリスから新しく発売になったスマホにつけるね、カードケースになります。色はですね、3色あって、私が使ってるこのピンクゴールドとイエローゴールドとシルバーがあります。メタリックなね、3色にしてみました。あとね、ロゴが入ってます。でこれもう本当に便利でもう欠かせないんですけど、私はこうねスマホケースにつけて使ってるんですけど、まあ、直接ね iPhone につけて使うこともできます。ここにねいつもね私は、まあ、お家の鍵と、あとクレジットカードをね入れて常に持ち歩いてるので、まあ財布なくてももうこれクレジットカードがついてるので、もうこれだけでね出かけられるっていうことで、もうスマホ一つでお出かけしてます。でまあここねロゴ入ってるんですけど、まあ、ちょっとロゴ見えるの嫌だよっていう方はこうカード入れるとねロゴも隠れますので、ロゴ見えたくないって方は隠してください。で2箇所にねついてるんですよ。なので1枚ずつ私はカードをね入れていて、まあ、クレジットカードと家のカードを入れてるっていう感じです。まあ、かなり便利です。生活変わるぐらい便利になりました。もうそれぐらいね超一押しのスマホ用ポケットなので、ぜひね見てみてください。まあ、色は私の一押しはこのピンクゴールドなんですけど、まあ、携帯の色とかねカバーの色に合わせてお好みの、ね、色をね選んでもらうといいと思います。次はこちらです。 GU の UV カットコーデュロイキャップ1490円ブラウンです。はい、今かぶってるこのキャップなんですけれども、これはですねカラーバリエーションがこのブラウン以外にもブラックとベージュとブルーがあって全4色のキャップになります。もうこれ売り場で見た時ね、あ、これめちゃめちゃ可愛いと思ってねすぐ手に取ったんですけど、メンズの売り場に置いてありました。まあ結構ユニセックスな、ね、デザインなので全然レディースメンズ関係ないようなねアイテムではあるんですけど、まあお店で探すときはねメンズのところにあるかもしれないです。で夏から私キャップかぶっていて、もちろんこう紫外線をね避けたいっていう一心で、まあ帽子はマストかなっていう感じだったんですけど、まだまだね
9月10月でももう紫外線強いですし、あと運動会とかもねあるので、まあどうしても帽子って欲しいんですけど、結構夏物かぶってるとね、もう季節感がちょっとねおかしいなっていう感じがしちゃうので、ちょうど秋冬でかぶれるちょうどいい帽子をプチプラで見つけてすごい嬉しくて、これはかなり使ってます。でブラウンのねコーデュロイってことで、季節感も出るし大人っぽさも出るし、すごいね私にとっては最高の素材の帽子で、まあ形も本当にベーシックなので、もう全然こう気負いなく被れるキャップです。ただあのキャップを被るときは結構ですね、耳元にアクセントを置いて、まあ、こういうちょっと今日みたいな女子っぽい感じのねキラッとするピアスだったりとか、パールのピアスだったりとか、あと大きめのねフープピアスだったりとか、まあ、耳元を目立たせるようにして、こうメンズライクな感じとあと女性っぽい感じをこうミックスして使うようにしてます。まあ、これでね何にもないとちょっとねさっぱりしすぎて男の子っぽくなっちゃうので、特に私ね髪の毛が短いので、まあ、メンズっぽくなっちゃうので、そこをあえて大きめのピアスをねつけることで、まあ、女性らしく、まあ、アラフォーでも痛くないキャップっていう感じになってると思います。でブラックも本当に可愛いので、まあ、色違いでね買おうかなって思ってるぐらいなんですけど、まあ、ブラックのキャップはちょっとレザー素材みたいな、フェイクレザー素材みたいなのも欲しいなって思ってて、それをプチプラで、まあ、探してるので、そういうのを見つけたらそっち買いたいし、まあ、見つけられなかったらこのねコーデュロイの、まあ、ベージュも可愛いしね、もう一個ぐらい買い足しても全然いいんじゃないかなって、1490円なのでね、かなりあのキャップあんまり被らないよっていう方にもおすすめです。キャップ初心者の方も、まあ、お安いのでトライしやすいかなと思います。で、まあ、スカートとかにもね合わせやすいし、すごい可愛いと思います。これ超おすすめです。以上が9月の購入品ご紹介しました。いかがだったでしょうか。本当にね実際使ってみて、まあこれ買ったよっていう紹介ではなくて、私なるべく実際使ってこれ良かったよっていう風にね紹介をしたいと思うので、まあちょっとじっくり使ってみて本当に良かったものだけ厳選して集めてみました。またね来月もね引き続きやっていこうと思いますので、まあ、同じもの買ったよとかこれ一緒に使ってるよとかあったらね、ぜひコメントいただけたら嬉しいです。もうコメントね全部読んでもちろんお返事するので、どんどんコメントをいただけたら嬉しいです。私は普段ネットショップをやっていて、ママ向けアクセサリーのショップをやっているので、よかったら概要欄に URL 貼っておくので遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。